すごいね、なんかこんな大きな箱に入って送られてきました。うわ、お、なんだろう、ででーん、プチプチにくるまれてます。じゃじゃーん、プラレール東急電鉄6020系九進太。おー、いや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 、ハハ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 ハ、東急のマークも入ってまーす。あー、やっぱ顔かわいいな、なんかニコニコで。急行の大井町駅でございます。いやー、素晴らしい。あ、こういうじゃん。そう、これに会いたかったー。仲介者の Q シート。いやー、ツルツル。ピカピカ。屋根、屋根素敵だな、なんかこんな感じになってます。うー、あこちらが先頭車ですね。まあ先頭車は別に別にってやつもあるか、後部車と同じだもんね、先頭車は。あ、ちょっと待って、もう一回自動車見ていい？もう一回。あれよね、やっぱりね。あー、旧シート。美しい。このパントグラフさ、ちょっと今までプラレールではあまり見たことのないような形状のパントグラフじゃないですか？ねえ。あー、これ今度お湯丸しよう。ちなみに、うちで以前作った追い町線がこちらでしたね。なんかごめんね、顔のシールがちょっと剥がれかかってたので、急遽セロハンテープで補正してみました。ちょっと比べてみたいと思います。恐れ多くも。上のやつが正規品で、この下のやつがうちで作ったやつなんですけど、あ、ドアシルバーでもよかったね、このまま一色でね。でもちゃんとほら、東急のシールもね、あ、この辺はちょっと近いんじゃない？顔はどう？こっちが本物、こっち偽物。何がびっくりしたって、ちょっとミラクルなことにどっちも急行大井町行きっていうね。いやでもやっぱね、やっぱ本物がいいわ。うん、質感が、肌触りが違う。うん、なんかやっぱ横から見るとね、うちのやつのがのぺっとしてる感じするもんね。はい、こんな感じでございました。さて、噂の新メカなんですが、1スピって聞いてたはずなのに、ここ見るとさ、こうやったらいいか、オフ、オン、ハイってなってんだよね。でも1スピなんだよね。これはあれか、おそらく田園都市線の金型を使ってるから、ここがそのまま、だからこっちだね。ここがそのままオフ、オン、ハイのここに名残が残ってるっていう感じなんでしょうね。ちょっと比較をしてみたかったので、東急の2020系も持ってきてみました。両方開けてみたいと思います。こちらは新メカの東急2020系です。おなじみの新メカボックスが
ちょっと汚い汚い。はい、あの新レゴボックス三つ目のやつですね。はい、そしてこちらが新メガボックスの6020系でございます。あ、おお、なんかこんな形になってます。こちらが新メガ、モーターとかが前の方に入ってて電池を入れるところが後ろですね。こっちが新メカはモーターが後ろの方にあるんでしょうか。メカボックスが後ろにあるっぽいので、電池を入れる方が前、この辺が大きな変化でしょうか。あとなんかね、スイッチの形がちょっと違う。新メカはあの普通にまっすぐのレバーなんですけど、新メカはね、なんかちょっとなんだろう、ここカクカクってなってて、車のシフトノブみたいになってる感じ。真ん中でも止まる？止まるって。さて、噂の新メカなんですが、マッキーが一番気になるのはね、やっぱこのあのメカボックスの中身なんですよね。でちょっとバラしたかったんだけど、初めて触るものちょっと怖いので、サブローさんを呼んできました。皆さんこんにちは、サブローさんです。すいません、サブローさん、ちょっとこれ中身見たいんだけどさ、バラしてもらっていいですか。もちろんいいですよ。よろしくお願いします。というわけでサブローさんに早速バラしていただこうと思います。まず車輪から外しましょうか。お願いします。ここの2本のネジを、ちょっとこの瞬間がすごいドキドキするんだけど、壊さないでね。うん、なんとか壊さないように頑張る。うん、おう、ん？何これ、車輪のギアが、え、車輪のギア多くない、これちょっといつもより。え、何これ、ちょ、何枚ギアなんこれ。ちょっと数えてみる。20?20?20?いや、数え間違いなのかな。いや、でも20みたい。マジ？うわ、車輪のギア20枚ギアだそうです。もうこれ割れたらアウトなやつや。スペアパーツがないからさ、壊れたらもう一発アウトじゃないか。やばいね、大事にしよう。はい、次行ってみよう。次、うわー、怖っ。初めて見るもんだからな。どうなってんだろうね。ちっちゃ、なくさないように気をつけないと。ほんとそれ。あ、ここ爪で止まってるみたい。爪？うん。あ、ほんと？マイナスドライバー欲しい。オープン。え、わ、なに、これがスイッチ？でかくね？なんだこの形は。すごい。ちょ、待って、なにこれ。崩れてる。あー、どうなってんの？これが、こう、こんな感じで。あー、なるほどね。それでスイッチになってんだ。今まで見たことない形だ。すげーな。裏面です。はい。うわー、てか平たくない、このスイッチ。平たいね。びっくりだ。面白い。モーターとかどうなってんの。モーターとか多分見えるかな。分からんちょっと撮ってみるか。うん、増えた。なんか撮れてる。細かい部分多いな今回。何これ、見たことないパーツがいっぱい出てきたぞ。多分これスイッチと連動して動く部品だと思います。はいはい、この軸のところにクラウンギアが入ってるんでしょうね。それでこのクラウンギアとこのモーターのギアが連動して回って、うん、でこの下のこのギアを回して、それで車輪に、この車輪のギアを回してるんじゃないかな。なるほどね。いやー、しかし興味深い。すげー、中身こんな感じになってました。
ー。